皆さんこんにちは、さとこです。今日は4月のセットアップを作っていきたいと思いますが、4月も3月と同様ちょっとね簡単なやつでいきたいと思います。で、使う器具に関してはすべて概要欄に記載ありますので、気になるものがあればそちらをご覧ください。で、メインで使うのはこの2月のセットアップでご紹介したクラフト紙のセリアの便箋と、これもセリアの今の時期ね、桜、4月桜なので、桜の時期に売っているこの桜、和紙風の便箋 2種類。こっちはこんな感じですね。これをメインで使っていきたいと思います。もう切って貼って、切って貼って、切ってってか、ちぎって貼って、ちぎって貼ってみたいな感じですね。では、早速作っていきましょう。で、メインで使う桜の柄、こっちの方をメインで使うことにしました。で、もう本当にね、デザインはあんまり考えてなくて、もうちょっとその時湧いたインスピレーションでやろうと思ったので、いろんなところで、どうしようみたいな感じで迷ってますが、あ、こんな感じで作ってるのねっていうのが伝わればいいかなというふうに思います。で、まずは、扉ページですね。で、左のページに、いつも作っているような小さなカレンダーページ。で、3月と同じデザインなので、右側のページには、日々のスケジュールを書くページという、構成の扉ページですね。にしてます。もう3月はね、その2枚だけだったんですけど、4月に関してはこのページ以外にももう少しだけねページを作ろうと思います。バレットジャーナルも毎月ですね、やっぱりどんなデザインがいいかな、デザインというかどんなページ構成がいいかなっていうのを日々日々考えながら、その時の自分に合ったページ構成に考えてやってるんですけど、そういうのがねやっぱり自由に変更できるっていうのが既存の手帳にはないバレットジャーナルの良さかなと思います。既存の手帳だとね、どうしても例えばウィークリーだったらもうずっと固定でね1年分ウィークリーがあって、結局それ使わないから、なんかこの手帳使えないなみたいな感じになったりするんですけど、まあそういうのがねない、作る手間はありますけど、その分愛着も湧くし、自分の好きなようにデザインできるっていうのがねすごいいいところかなというふうに思ってます。で、こちら側が日々のスケジュールを書いていくページですね。で、いつも通り土日と祝日を分かりやすいように線を入れてます。で、最近新月と満月にパワーウィッシュというかそういうのを書くことが多いので、新月と満月は新月満月シールを貼ってます。で、この小さい右側は締め切りというふうに書いてるんですけど、なんか仕事とかでこの日までにやらなきゃいけないっていうのを管理するのにね、ここを使おうと思います。で、こちらのあと2ページですね、作っていきます。まずはこの下の部分を直線に切ってるんですけど、こう切るだけでもね、もう桜ってわかんないんですけど、この紙自体がすごい可愛いので、これだけですごい可愛くないですか。なんか最近2月のねセットアップからちょっと書いて切るっていうのをしてるんですけど、このデザインすごい可愛いと思ってお気に入りです。で、このページは何を書くかっていうと、やりたいことを書く、やりたいことリスト。例えば YouTube でこういう動画を撮りたいなとか、自分のビジネスでこういうのやりたいなとか、まあ何か、あ、こういうのスタンプ作りたいとか、なんか自分が思ったことをね書き留めておく場所にしたいと思います。で、こちらの右のページはハビットトラッカー、習慣トラッカーとムードトラッカーを書くページにしました。で、デザインをどうしようかなっていうのはもうなんかずっとなんかどういうデザインの、私大体ハビットトラッカー毎月真ん中ぐらいで、ムードトラッカーもですね結構終わっちゃうんですよね、道半ばでやらなくなっちゃう。で、続けるように、まあ見返した時にね何か発見もあるだろうし、1ヶ月
続けられるようなデザインどんななのかなってちょっと考えていて、で今月はこういうスタイルにしました。なんか一つずつをこう小さいカレンダーを作って書いていくよりも、一個のこうシートでね、縦で点を打っていくぐらいの方が続くかなと思って、今月はこの線一番下をムードトラッカーにするんですけど、ムードトラッカーはこのもうこれも簡単に黒丸白丸三角×で毎日書いていくんですけど、でその上4つですね、4列をハビットトラッカーにして、そこにできたものには、白いペンでちょんと書いていく感じにしようかなと、簡単スタイルですねにしようと思います。でこのページちょっと寂しかったので、もう一種類の便箋の端っこにいっぱい桜があるので、それを切り取って貼ったらすごい可愛い感じになりました。ね、可愛くないですか。で最後もうこれでいいかなと思ったんですけど、あとはウィークリーじゃないや、デイリーをフリースタイルでね書こうと思ってるんですけど、白いページに書いていくのもなんかちょっと別になんか桜感も全くなくて寂しいので、先ほどのやりたいことページで作ったように柄の部分をね細い直線に切って、こんな感じでウィークリーのページデイリーのページかは貼っていって、どんどんフリースタイルで書いていこうと思います。これで私の4月のセットアップが完了です。では最初のページから見ていきましょう。まずは左のページがカレンダーページ、右側のページは、デイリーの日々のスケジュールを書いていくページで、この右の小さい部分には日々の今日締め切りっていう仕事を書いていきたいと思います。で左側がやりたいことリスト、ここにはねやりたいことをどんどんアイディアを貯めていこうと思います。でこちらのハビットトラッカーとムードトラッカーが1ヶ月間このスタイルで続くかっていうのもね合わせて自分の中で確認していければなと思います。でこちらからが、デイリーのページをもうフリースタイルで書いていきますが、上と下にね細い線を貼りました。で増えたらまた細い線を貼っていこうと思います。デイリーはもう完全にフリースタイルで今月は来ます。これで私の4月完成です。いかがでしたでしょうか。本当にね便箋を貼るだけの簡単スタイルですが、桜も感じられるし、切り方一つでねちょっとデザインも変わってきますので、何か少しでもご参考になっていたら嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございました。もしよろしければこの動画のいいねとチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。